はい、今回は住友バイタリティレディース最終日の結果について語っていきたいと思います。早速試合結果についてですが、住友バイタリティレディース優勝に輝いたのは通算15アンダーで岩井明愛選手となります。岩井明愛選手優勝おめでとうございます。最終日は70の2アンダーで通算15アンダー4バーディー1ダブルボギーというプレー内容でした。1番ホールでバーディー発進と良いスタートを切ったのですが、その後ずっとパーが続いていきます。後半に入り11番ホール12番ホールと連続バーディーで4打差のリードを広げるのですが、14番ホールフェアウェイバンカーからのショットがまさかのグリーンをオーバー OB となってしまいました。それでも微妙なダブルボギーパットをなんとか沈めてナイスダブルボギーでしのいでいきます。そして勝負を決めたのは16番ホールパー3のティーショット。完璧とも言えるショットでベタピンにつけバーディーで取り戻していきます。そして1打差で迎えた最終ホール、安定したプレーで危なげなくパーを拾い見事優勝に輝きました。ウィーニングパットを沈めた後はキャディと抱き合い涙が溢れていましたね。これまで何度か優勝争いをしてなかなか2勝目がつかめずという状況が続いていただけあって、本人にとっても苦しい戦いだったと思いますが、この苦しい展開の中自分の力で掴んだ優勝は今後につながっていくのではと思います。それでは最終成績について個人的に気になる選手をピックアップして語っていきたいと思います。まずは2位に小祝さくら選手、5バーディーノーボギーというプレー内容でした。スコアを5つ伸ばして最終日に優勝争いに加わってきたのですが、あと一歩というところで優勝に届かずでしたね。これで3試合連続2位となります。ただゴルフの調子はずっといい状態が続いているので、また次の試合でも優勝争いのプレーを見せてほしいですね。そして3位にイミニョン選手、5番ホールパー5でショットインイーグルのプレーがありましたね。同じく3位に西村優菜選手、今回個人的に注目している選手です。6バーディーノーボギーというプレー内容でした。最終日のベストスコアを出し17人抜きで3位に浮上しています。久々の日本での試合、初日は出遅れた感じがありましたが、最終日にしっかりと追い上げ3位という好成績を残しましたね。やはり実力のある選手ですね。ただこの実力のある選手でも米女子ツアーでは苦戦をしてしまうということで、世界のレベルの差を感じてしまいます。この大会後は1週間のオフを挟んで再び米女子ツアーに戻る予定となっています。同じく3位に劉立子選手、しばらく予選落ちが続いていたりしたのですが、久々に良い成績を出していますね。同じく3位に西郷真央選手、一時の不調から見事脱出をして完全に復活してきた感じでしょうか。直近の試合ではトップ3に入る成績も多く、ゴルフの調子はかなりいい感じに見えます。あとは復活優勝を狙っていくだけですね。そして7位に鶴岡可恋選手、初優勝にも手が届く最終日だったのですが、なかなかスコアを伸ばせず順位も5つ落としてしまいました。それでも7位という成績は素晴らしいですね。同じく7位に菅沼菜々選手、スコアを5つ伸ばして13人抜きで7位に浮上しています。同じく7位に宮澤美咲選手、スコアを4つ伸ばして9人抜きで7位浮上です。同じく7位に吉田由美子選手、久々にトップ10入りの成績となりました。同じく7位に尾関亜美優選手、今大会のディフェンディングチャンピオンです。今シーズンは序盤に予選落ちも多く、ゴルフの調子が低迷している印象がありましたが、ここ最近の試合では安定して予選を通過し、またトップ10入りの成績も出していっています。特に今回はディフェンディングチャンピオンということもあるので、上位で活躍するプレーが非常に素晴らしかったですね。そして14位に吉田優里選手、スコアを5つ伸ばして15人抜きで順位を上げています。同じく14位に山下美夢有選手、最終日はなかなかバーディーが取れずスコアを伸ばすことができませんでした。最終18番ホールのボギーは惜しかったですね。同じく14位に稲見萌寧選手、最終日前半はボギーが出てスコアを伸ばすことができませんでしたが、スイング改造も安定してきているのか上位での活躍も多いですね。あとは復活優勝というのがいつになるか楽しみなところです。そして23位に武田理央選手、今回個人的に注目している選手です。
スコアを4つ伸ばして11人抜きで順位上昇しています。また2日目に行われたドライビングコンテストでは見事に優勝をしています。そして28位に桜井心那選手、スコアを3つ伸ばして6人抜きで順位上昇しています。同じく28位に高橋沙也加選手、川本結衣選手、スコアを4つ伸ばして21人抜きで順位上昇しています。特に川本結衣選手は暫定リランキングの順位も気になるところなので、できるだけポイントを稼いでいきたいところですね。そして33位に神谷桃香選手、ベストアマを獲得しました。ちなみに神谷そら選手の妹ではありません。神谷そら選手の妹は神谷桃選手となります。そして33位に金沢志奈選手、スコアを3つ伸ばして16人抜きで順位上昇しています。そして39位に長峰咲希選手、スコアを2つ伸ばして10人抜きで順位上昇しています。そして42位に川岸文香選手、2番ホールパー4でショットインイーグルを取っています。ただその次の3番ホールパー5ではトリプルボギーが出てしまっているので、とても惜しい感じですね。同じく42位に安田彩乃選手、スコアを1つ伸ばして7人抜きで順位上昇しています。今回の住友生命バイタリティレディース、岩井明愛選手が3打差のリードで最終日を迎えましたが、上位の選手がなかなか伸び悩み、下の選手がどんどん追い上げ、終盤頃には接戦という展開で、またワクワクしながらプレーを観戦することができました。そして古江彩佳選手、まさかの予選落ちという残念な結果となってしまいましたが、まだ残り2試合、日本の試合に出場予定となっているので、古江彩佳選手のプレーも楽しみにしていきたいですね。はい、今回は住友生命バイタリティレディース最終日の結果について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。